大日本印刷丸ン CHI ホールディングス丸ン純駆動書店純駆動書店純駆動書店池袋本店同時マーバンザ純駆動書店は大手書店チェーンで丸ン CHI ホールディングスの完全子会社である株式会社丸ン純駆動書店が運営している厚自動書店や純駆動と表記されることもある二0十五年一月までは株式会社 純駆動書店が運営していた。姫路駅ビル内にある、純駆動姫路駅前店、現在は移転。丸善と共同で、出店の丸ュ純駆動書店広島店、人と人との出会いを大切にをテーマに、歩み続けています。愚直なまで日本と文具の品揃えにこだわります。図書館よりも図書館らしい、店作り豊富な商品知識を持った。 販売員の育成に力を注ぎます仕事と家庭の両立支援のためワークライフバランスの実現を目指します。純駆動書店では日本全国に展開する店舗群の書籍販売の拠点となる巨大店舗を本店として大阪と東京に出店している。三宮店は創業の地ではないが純駆動書店の発祥の地であることは間違いなく 純駆動書店の店舗群の中で最も歴史がある。2000年に増床するまでは地下と1階にあり、三宮店の近い部分が純駆動書店発祥以来の売り場であった。かつては1階と地下を連絡する店内階段があったが、地下が別テナントとなって数年後には撤去された。1階と2階を連絡する階段は2階が別テナントだった時代から設置されている。 純駆動書店の戦略は、充実した品ぞろえとされ、どの分野の書籍もまんべんなく置かれているのが特徴。梅田店、池袋本店、那覇店、札幌店、福岡店、新潟店、大阪本店、三宮店、鹿児島店、島店ロフト名古屋店、吉祥寺店、旭川店などに見られるように、大型書店の基準といわれる500坪を超える1000坪以上の、 売り場面積の店舗が多い。その反面、多少不便でも来店する、目的意識の強い顧客にターゲットを絞っており、出店地はターミナル駅からやや離れた1.5等地が多い。ただ、出店地域には偏りが多い。また、オープンカフェの設置や読書用の椅子、机などを配置する店舗もある。平台よりも縦に並べた書家の多い図書館風のレイアウトも、 特徴で、同社の戦略は、他の書店に影響を与えたと言われている。2015年2月1日、同じマルゼン CHI ホールディングス参加の、マルゼン書店と合併し、マルゼン純駆動書店として発足した。マルゼンと、純駆動の店舗名は変更しない。高級文房具の取扱い神戸、大阪等の長沢文具センターの証券では、純駆動書店内で長沢文具センターが、 テナントの形で万年筆等の高級文房具、手帳等を取り扱いしている。それ以外のエリアでは、丸善と連携して取り扱いしている場合がある。名称は、起業した、工藤春孝代表取締役社長の父親である、工藤敦氏の名前に由来している。当時、父親の経営していた、会社菊屋図書販売株式会社に入社した後、書店部門を任され独立し、 1976年に三宮センター街へ移転することになった。この際、新たにつけた店名が純駆動。いろいろな名を父親に提案したが、どれもダメだと言われ、苦肉の策で厚駆動と父親の名前をひっくり返したら、意外に気に入られ決定したという。那覇店、ありがとうございます。